江崎隆君。よし、大臣に質問を立たせていただくのは2度目でございます。私も福岡県のですね、三橋町という町役場に勤めておりまして、17年間仕事をしておりました。でその中でいつも思ってたのは、やはり自治体というのは非常に難しいな。やはりもっと国や県を見ないで、基礎自治体市町村の場合はもっと自主的に仕事ができないのかな、これずっと思っておりまして、こういう職業になってもそのことは追求していかなければならないと思っています。先だって内閣委員会でも新藤大臣非常に遅く例の同州制の議論に参加をしていただきまして、その時も、同州制というのはやるときはいっぺんにやらなきゃいけないんだ、議論を重ねて、私もそれは賛成しますけれども、発言を聞いて、やはり地方分権というのはそれなりにしっかりと、思って、あるいは総務大臣の立場でも進めていただけるものだというふうに思っております。ただやはりこの間の議論、今の水岡先輩の議論も含めてそうなんですけれども、やっぱり今度のですね、地方財政計画と地方交付税法のこの法案の一部改正については、やっぱりどう考えても法律あるいはその根拠も含めて不明瞭で、過去に、これからにすごい間違った事例を残すと思わざるを得ないんですね。そういう立場でいくつか質問させていただきます。まずは単位費用の問題なんです。でこれご存知の通り、単位費用は地方交付税法第2条の6で標準的条件を備えた地方団体が合理的かつ妥当な水準において地方行政を行う場合、または標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準としてあります。で本来ならば、この単位費用を、地方財政単位費用を決めるときの問題なんですけれども、今回はですね、ご存じのとおり1月の15日に麻生財務大臣が国と地方の協議の場でですね、当時麻生県財務大臣ですね、国家公務員給与の平均 7.8% 削減に対応して、地方公務員の給与を引き下げるよう地方6団体に正式に要請をされているんですね。つまりこの時から地方交付税を削減する意向を伝えているということなんで、地方交付税を削減する時のいわゆるその賃金人件費に見合い分の単位費用がここで決まっちゃってるわけですよ。つまりですね、地方財政計画を策定をする前に政府としてはこの単位費用を決めちゃってるわけですね。過去にこんな例あったんですか、お聞きしたいと思います。新藤総務大臣。過去の例をすべからく私が承知しているわけではありませんが、その国と地方の協議の場においては私も同席しておりました。そして財務大臣が申し上げたのは方針を示したわけでありまして、その時にどのように具体的に何をやるかは、そういった方針を受けて作業をした結果このようになりました。まずその時点では財務省側とすれば1年間の実施を想定していたのかもしれません。しかしそういったものは、あとはこの実態の内容については総務大臣の方に委ねられて、我々は総務省の職員とともにいろんな考えを、また地方の皆さんともご相談をした上でこのようなことにしたということでございます。江崎隆君。おかしいですね。その単位費用を決めるのはどこが決めるんですか。1月の24日の日に、1月の20、これ閣議決定したのいいですかね。公務員給与の引き下げを1月24日ですね。1月24日なんですよ。ここの中でも国家公務員の 7.8 に準じて地方公務員の給与削減をするという方針決定されているわけです。政府は地方財政計画決まってないでしょ。ここで地方財政計画の大枠を決めるわけですよ。大枠を決めて今回初めて地方交付税法の単位費用を決めるという非常に変なやり方をしているわけですよ。なぜこういうやり方をしなきゃいけなかったんですか。お聞きします。大臣、佐藤自治財政局長。今回の給与の扱いにつきましては、1月24日に、
閣議決定をして国に準じた措置を講じていただくよう地方団体に要請するということを政府として決めたということでございます。でそれに基づいて、地方財政対策折衝を総務財務両大臣で行った上で地方財政計画を作り、でそれに基づいて交付税の単位費を算定し国会のご審議を現在いただいているということであって、まあ、これは普通のやり方ではないかと思っております。江崎隆君、これまでですね、地方財政計画を決定をする前、単位費用を決める前に地方財政計画を決定をするという手順はやってないはずですよ。まあいいですわ、次質問変えますわ。それで、ね、非常にこれも問題があるわけですね。でなんでそんな問題が出てくるかというと、まず 7.8 の問題を指摘します。国家公務員給与のこの特例法の 7.8 の削減の目的が何か、それと 7.8 の基準は何か、大臣ご説明いただきたいと思います。笹島人事恩給局長。お答え申し上げます。国家公務員の給与の減額措置でございますが、これは、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に基づいておりまして、その趣旨は同法第一条におきまして、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の人権を削減するため一般職給与法の特例を定めるものと規定されているところでございます。具体的にはご案内のように、平成26年3月までの2年間、国家公務員の給与について平均 7.8% の特例減額措置を講じるものでございます。また、どのように、7.8% を設定したかということでございますけれども、この削減率の、設定にあたりましては、職員の生活にも配慮しつつ職責に応じた最大限の協力をお願いするということから、役職段階に応じて、本省課室長相当職以上で約 10%、 本省課長補佐課長係長相当職員で、約 8%、 係員で約 5% の減額率としたところでございます。基準につきましては、一つは、生計費の観点から、どの程度の範囲が妥当かということもございます。合わせて、地方公共団体におきましていろいろな、特例減額措置を講じているところでございます。その中でこの 10% の上限というものは、そういったものを参考にしながら、決めたところでございます。江崎隆君、7.8 決めるときの考え方というのは、今言われた通りですね、地方自治体がすでにやっている、特例でやっている減額措置をベースに決めているわけですよ、7.8 というのは。でもう一つは、東日本大震災という、そこに対する財源を捻出するという、極めて国家公務員の政策目標なんですね、これ、ある面では。でもっと言えばですね、職員団体とも議論されているはずですよね。ですから、関連4法案が通る、あるいはそういう公民制度改革の問題も含めて、それを分かった上で極めてこういう異例な措置を当時の職員団体というのは飲んだ。ただですね、ただ別な職員団体、これは提訴してますよね。つまり 7.8 というのは、今説明をされているような状況であっても、ある一方の職員団体はですね、裁判に訴えるような内容なんですよ、これ 7.8 というのは。でもう一回言いますよ、単位費用というのはですよ、もう言いませんね、地方交付税法第2条 6、これ大臣お分かりになっていると思います。ここの単位費用の考え方で、それをですね、この 7.8 にするということが、今のような意見も含めて流れがある中に妥当だと思われますか。これ法的根拠がどこかであるんだったらご説明いただきたいと思います。大臣どうぞ。新藤大臣、これ妥当であるかというのは、そういったことで交渉し折衝した結果、さまざまな要素を取り込んだその中で法律になって、そして成立しているということであります。単位費用に決めた。ちょっと江崎隆君、挙手をしてからご発言ください。江崎隆君、申し訳ございません。単位費用を決めるときに、なんだこの職人もこのそろそろ空いてるのは、言うとは出ましょうか。
与党の人と何やったかなんないじゃないじゃん。今決議案の協議に入ってますので、ちょっと先ほどお願いしたところ今あの改定にまとめて、そこにどれぐらいじゃないの、何だったよ。早期中止してください。大臣、もう一度質問を繰り返します。先ほどはですね、 7.8 を決めた中身を言われたんです。私が言っているのは 7.8 という今ような問題がある中で、なぜ単位費用に決めたんですかということを聞いたんです。地方交付税法の、第2条6項の中に単位費用ってあるんですけれども、その中身からしたらこの 7.8 というのは単位費用に決める基準には値しないんですよ。佐藤自治財政局長。今ご指摘のように、地方交付税の算定というのは標準的な行政水準に基づいて行うということになっておりまして、単位費用の設定というのもそういう考え方でやっております。で、今回政府としては地方公共団体に対して国家公務員の給与減額支給措置に準じた措置を講ずるよう要請する旨の閣議決定を行いましたので、これに基づいてこれが標準的な水準というふうに考えまして、地方財政計画の歳出を組み、これに基づいて交付税上の単位費を設定したということでございます。江崎隆君。
最初の説明はそうなんです。地方交付税法の2条の6の単位費用というのはそれで OK なんです。だけども今話しましたね、その 7.8 の基準というのが震災の財源プラス 7.8 そのものは、これまで自治体が財源独自削減をしたやつもベースにして決めている、極めてその国の政策なんですね。で、標準的基準には合わないじゃないですか。普通標準的基準と今言っている通り、標準的条件を備えた地方団体が合理的かつ妥当な水準において地方行政を行う場合、または標準的な施設を維持する場合に対応する経費、これをですね、国が国家公務員に対して 7.8 先決めましたと、今の決め方の問題も含めて、こういう極めて恣意的な数字を使うことが単位費用にとって妥当ですかということを聞いて、大臣どうですか。新藤大臣。ですからそれは先ほどから申し上げておりますとおり、それが一つの指針となって、それに準じた協力を要請するという形で政府の方針として閣議決定をしたわけであります。ですからその時点において、それをこの数値をですね、根拠にさせて算定をさせていただいて、こういうことでございます。江崎隆君。繰り返しますけどね、地方財政計画の決め方の問題なんです。これはよろしいですか。地方財政計画ではもう自治体固有の財源ですから、そう簡単に恣意的に決められないようになってるんです。これはだから強いて言えば、これは人事院勧告もしくは人事院改勧告、こういう不分率がありました。だけども先ほど申しました通り、 7.8 という削減の国家公務員の給与の削減を決めた内容っていうのは極めて国の政策的な問題ですね。これ自治体の関係ないです。自治体はそういう 7.8 なのに、これを地方交付税の算定である、財政計画の算定である単位費用に決めていいんですかということをもう一度聞かせてください。いや、大臣大臣、これ政治的な判断なんだから、政治的な判断をされたわけなんですよ。どういうふうにして政治判断をしたのか聞いてるんですよ。新藤大臣。これはもう何度も お話をしておりますけれども、そのようなことでまずこれ議員立法で出されて、いろんな協議を経て決められた数字であります。そしてその時には国と地方の給与の取り扱いについてもさまざまな議論があったことは委員もご承知だと思います。結果としてこのように決まりました。そしてその 7.8% という、全体の平均でありますが、この基準をして、それとこの準じた形で地方公務員にもそういった協力を求めようではないかということをこの閣議決定で定めたわけであります。それをもとに我々とすればこの標準的な算定をしたということになるわけでありまして、これは大元のところで政治的な判断がございました。しかしそれが国の指針となった以上、それに対して政権としてはですね、合わせて地方に対しても同様のこの要請をしようという方針に基づいて我々は算定をしているということでございます。江崎隆君。取り違えてらっしゃいますよ。それは国が決めたら何でもそれが指針になるという、そういう考え方ですよ。そうじゃないんですよ。地方交付税が求めているのは単位費用というのはそういう問題じゃないんです。極めて国が恣意的に決めた 7.8、 これいろいろ問題があって決まったんですけども、 7.8 という政策的な賃金削減の目標をなぜ地方交付税計画の中に、地方交付税という中に持ち込んだか、これは大問題なんですよ。そのことを僕は言ってるんです。ちょっと質問を変えます。先ほどですね、水岡委員の方から人事院勧告の話をされました。その時に適切な運用されているということを人事院改勧告に対して一つの評価を大臣されました。じゃあ、国としてですが、人事院勧告、人事院勧告制度、これについてどうお考えですか。例えば、自民党政府は政府は今、我々がというか前政権がですね、凍結にしておいた国家公務員の55歳以上の昇給の問題、これ法律案ですけれども、これを、政権変わって、昨年の人事院勧告の内容ですね、これを踏襲して法案出されました、閣議決定されました。ということは人事院勧告というのは尊重する立場にいらっしゃるということですか。お聞きします。新藤大臣。人事院勧告は尊重するという立場、これが基本であります。江崎隆君。
その人事勧告と人事委員会、勧告はもうこれは一体のものであるということで、先ほど適切に運用されているというふうにお答えされたと思うんですが、この単位費用ですね、先ほどから何回も言っている、これは平成23年度から人事委員会勧告の内容に合致しているわけですよ。だから問題が起きてこなかったんです、人事委員会勧告に。しかし今回 7.8 とは全く真逆なんです。もう一度この考え方を聞いて、今のお考え、先ほどの答弁はやっぱり変わられませんか。行きします。新藤大臣。それは変わらないというか、人事勧告も今回出て、確かこの法律の立て付けは人事勧告は人事勧告で受け止めて、その上にさらに臨時入れの措置として上乗せしたと、このようになっていると思いますよ。ですからこの人事委員会の方もこれはですね、そういったものは尊重いたします。で、先ほどから委員がおっしゃっているようにですね、何でもかんでもいつでもそういったふうにできるとは私たちも思っておりません。あくまでこれは今回臨時異例の措置としてですね、この要請をしているということ、これは基本でありまして、それが全てですねにおいて政府が勝手にいろんなことを決められると、このようには思っておりません。江崎隆君、質問を変えますわ。そしたら今ですね、 7.8 の要請をされるということで、技術的助言という感じでやられてますけれども、合わせて人事委員会勧告がまた出るわけですよ、自治体は。じゃあどっちを尊重しろ、どっちを優先させたらいいんですか。混乱しますよね。どっちを優先すればいいんですか。新藤大臣。それはそれぞれの地方議会においてご審議をいただいた上で、これは自治体において自主的に判断をされている、されるものと、このように考えます。江崎隆君。それは OK なんですけども、そしたらもう一回戻るんですよ。なぜ単位費用に 7.8 というのを選んだのか。つまりこれ100というラスパイレシスがあって、全自治体 7.8 下げた分を召し上げるというシステムですよ、交付税は。そういうシステムなんですよ。まず全自治体から 7.8 下げた分を全部それを上げないということですから、おかしくなりません。なんか矛盾感じませんか、自分の言葉に。人事委員会勧告と 7.8 どっち決めてもいいよ、ただし 7.8 分は全部先取っちゃうよということをやってるわけですよ。そういうことをするからおかしくなってますよと言ってる。分かっていただきましたか。どうぞお答えください。新藤大臣。委員がですね、ご自身の理論を正当化するためにお話しされているのは、これは非常によくわかる、ね、だけれども、これはそれはそれでお考えだと思いますよ。しかし私たちは何度も申し上げているようにですね、これは国の方針として、政府の方針として閣議決定をして、その上で地方の実勢を尊重しつつ要請をさせていただいている。これは標準のこの算定としてのですね、数字はその国のものを準じるようにお願いするということでやっているわけでありまして、私たちはこれはですね、この技術的な指導助言の範囲をもって、そのまた国の全体のですね、適切な運営のために要請をさせていただいていると、このように理解をしているわけであります。江崎隆君。よくご理解いただいてないような気がします。先ほどですね、人事委員会勧告と 7.8 どっち尊重しますかって言ったら、それは各自治体のやつだ。だけどじゃあ人事委員会勧告を尊重しますという自治体が現れます。で、これはこれで当たり前なんですけども、そういう自治体も地方財政計画では 7.8% の分もうカットされる交付税しか来ないわけですよ。お分かりになりますか。おかしくないですか。もう一回聞きますよ。おかしいでしょ。人事委員会勧告も 7.8 もそれは地方自治体が尊重していい、尊重していい、これは OK です。それは当たり前です。人事委員会勧告を尊重する自治体がいっぱい出てきてほしいと思う、こういうやり方するのであれば。ただし 7.8 は全ての自治体から召し上げますよということをやってるわけですよね。そういうことをしますよと言ってるわけですよね。おかしくないですか。じゃあいいです、もう次も質問します、はい、じゃあどうぞ お願いします、はい、新藤大臣。平行線たどって申し訳ないんですが、私はそれはそれ、こちらの方はそういうことで要請をして、標準的な算定基準に基づいてのお願いをさせていただいているということでございます。江崎隆君。確認しますよ。今度の地方財政計画のやり方っていうのはラスパイレ指数100を基準としてですよ、それ今まではそれで単位費用だったの、これが単位費用でした。
それを 7.8 に下げたところを単位引用しました。これは全自治体に適用するわけですよ、交付税。そうですよね、そうですよね。それ分かってらっしゃいますか、大臣。そしたらそういう発言出てこないでしょう。いやいや、どうですか、じゃあ、はい、どなたかお手を挙げてください。どなたかじゃないですよ、大臣の自治体から。佐藤自治財政局長、そしてその後大臣、どうですか。じゃあ新藤大臣。今ね、確認した、私が何かおかしいことを言ってるかということなんであります。我々の要請はどのようにしているかということをお願いしている、説明しているのであって、それがですね、私たちとすればこの地方財政計画を組むときの基準を閣議決定によって我々は政権の方針を出して、それに沿って私たちはその算定をしているということでありまして、ここに何かそこがあるとは考えていないということを説明しているわけであります。江崎隆君。閣議決定すればな、もう何回も言って、閣議決定すればね、単位費用でも何でも決められるっていう、そういう話じゃないでしょう。プロの皆さん方いらっしゃるわけだから、そんなことありえないんですよ。地方財政計画っていうのは、地方交付税ってそういうものなんですよ。単位費用っていうのはそういうものなんですよってことをもう一回聞きたい。なんでそれが 7.8 という国家公務員が決めたその率において単純に引っ掛けて地方交付税の中に地方交付税を削減をするという、そういう考え方が何で出てきたのか、これ絶対おかしいですよ。今からでもやめた方がいいんです、絶対に。まあいいです、次は聞きます。そしたらね、いや、もう一回いいです。はい、江崎隆君、はい、それではですね、もっとおかしな話をしますけれども、これ大体単位費用で賄える人件費分というのは、いわゆるその一般財源なんですよね、交付税。そうなんですけども、その中の8500円が出ました。 7.8 分全部の自治体から引き上げた分を、でそのうちの4500億円、これ防災減災事業に行くということですよね。でそれも、地方債、地方への借金の置き換えであって、あとの交付税措置も7割から8割しか来ません。でこれ特定財源化しているということなんですよ。つまり一般財源を特定財源化しているということなんですね。これむちゃくちゃなことなんです。これ本来だったら8500億円自治体に一般財源として来る予定であった地方交付税を、先ほど言ったようにちょっと大臣ご理解いただけなかったんですけど、 7.8% 分を一律に引き上げた、その財源一般財源化する予定だった。それを今度は8600億円若干上乗せするんだけども、4500円は特税財源でやるよということで、これ全くですね、大臣が思い描いている地方分権の趣旨から言ったら真逆なことなんです。世界の地方分権は特税財源を一般財源化するというのが、これ地方分権の流れなんですよ。どう思います？新藤大臣。これはこの何度も申しますが、この現政権の方針である閣議決定に沿って実施します。地方公務員の給与削減は、これは確かに一般財源の減少になるということでございます。しかし防災減災事業をですね、これは地域の必要性に応じてこれはやろうということにいたしました。しかしこの防災減災事業は、これは公共施設の耐震化、それから避難施設の整備などの建設事業を内容とするということでありまして、これは現世代の住民と、それから便益を受ける後世代の住民との間の負担の公平を設定しようと、まあ、こういうことであります。ですからそこは地方債を財源としたところであります。したがって地方公務員のですね、給与削減と防災減災事業、これは政権の方針に沿った対応を行ったものであって、結果として一般財源の減少と地方債の増加というのは過ぎました。しかしそれが地方分権の逆行に当たるとは、これは考えておりません。江崎隆君。もう一度聞きます。もう一度聞きます。つまり、8500億円の一般財源化を、8500億円召し抱えて、残りの4500億円、これを特定財源にしちゃったわけですね。で、これは地方分権とは逆じゃないですかということを聞いてるんです。どう考えても、自治体の一般財源になるはずの予定だったのを、引っこ抜いてきて、それを特定財源に配り直しますよ。それは自治体の要望ですよって、こんな無茶苦茶な議論ないんですよ。もう一度お聞かせください。新藤大臣。これは地方が行う事業に対して必要なものを、この適切な財源措置をしたと
まあ、こういうことでありまして、それが我々の標準的な地方財政の運営の算定基準だと、このようにお考えいただきたいと思います。江崎隆君。そしたらですね、これからもこういうことをやるってことですか。一般財源をじゃんじゃん召し抱えて特定財源でばらまくということが自民党の政権なんですか、皆さんの政権なんですか。そういうことになりますよ、今の話だった。だったら何でもやるってことでしょ。そしたら新藤大臣、ですからゼロ百の議論していただきたくないんです。それぞれの必要性に応じてやってるわけで、これから何でもやるなどとは申しておりませんし、あくまでこれがそもそも国家公務員の給与の削減が臨時異例のものであって、それは前政権においてもそういった臨時異例のことをやらざるを得なかった、みんなでそれは自公民でやろうということで決めたわけでありますから、ね、そのケースに沿ってやってることでありまして、何でもかんでもいつこのようなことがですねやるかどうかは、それはその時の状況でなければ我々は判断できないということでございます。江崎隆君。私はね、問題すり替えちゃダメですよ、大臣。私は 7.8、 これ決められたことは何も言ってません。これは国家公務員の世界ではそれは決まったということで、それはこれはその事例として一つあるでしょう。しかしこれを地方交付税の算定費用である単位費用にやったことが間違いだって言ってるわけですよ。そこはぜひ理解をしてくださいよ。そしてその後に言ってるのは単位費用、これ 7.8 単位費用じゃなくて、これまで通り人事会勧告であれば8500億円自治体の地方財一般財源になる予定だった交付税が特定財源化されているわけです。そのほとんどが半分以上、これは地方分権の趣旨と違うでしょ。大臣は地方分権を進められているわけだから、本来だったらこういうことじゃなくて特定財源を一般財源化する、一括交付金の問題もそうなんです。そういうのが流れなんですよ、流れなんです。で、今回これをやっちゃうと自治体は国を信用しなくなりますよ。閣議決定をすればこれまでの固有の財源であった地方交付税の一般財源からも特定交付税として特定財源として持っていかれるということを先鞭つけることになるんですよ。これは お分かりいただけますか。新藤大臣。これはですから臨時異例の特例の措置であるということがまず一つです。それから一般財源総額は確保し、わずかでありますが微増いたしました。そして地方分権のですね、この推進というのはこれはこれでですね、できるだけ自由度を上げて分権が進むように、これはこれで我々は取り組んでまいりたいと、このように考えております。江崎隆君。どう考えてもですね、その部分がおそらくお分かりになっているのかもしれませんけれども、基本的な議論にならないんですね。質問変えます。今の局地は分かってないんだよ。ご静粛に。はい、どうぞ。いいですか。江崎隆君、続けてください。言っていいですか。答えが出てないんだよ。地域の元気づくり事業に続けてください。地域の元気づくり推進費の事業についてのお話をさせていただきます。先ほどから話があっている通り、3000億円のうちの1000億円をラスパイレス指数と低い方がいい、人員削減も多くした方に回すという、こういう状況になっているんですけれども、ご存知の通りですね、自治体はもうすでに平成の昨年のずいぶん前から独自削減をしています。で、独自削減をしていて、平成24年度には独自削減を、これは自治体の財政が好転をしたので、これ復元をした自治体も結構あるわけですね、あるわけです。それでお聞きしたいんですけれども、平成23年度までに給与の独自削減が終了した地方団体数はどれだけありますか。これ総務省調べていらっしゃいますか。美和公務員部長。はい、地方公共団体の給与削減の実施状況につきましては、例年各年度の4月1日現在の状況を調査をいたしておりまして、このうち平成23年4月1日現在で給与削減を実施していた都道府県指定市はそれぞれ39団体12団体であります。この中で平成24年4月1日現在で給与削減を実施していなかった団体は都道府県で1団体、指定として3団体でございます。江崎隆君。今お分かり通りですね、平成24年度でラス100未満というこの技術的な手法も非常に問題があるんですね。不公平感が相当増幅してます。で、これどこまできちっと調べた上でこの地域の元気づくり交付金というか事業ですからされるのかというのが非常に問題なんで、配る側も問題があるわけですよ。
今度は取る方も問題があったし、配る側も非常にこういう矛盾を抱えた、事業をやっているということになります。合わせて人員削減もそうなんですけども、ここ相当人員削減をやってます。で、この2つ見ると私はどう考えてもラスパイレス数を削減をした方がいい、人員を削減をした方がいい、そういう自治体には厚く配分しますという強烈なメッセージにしか聞こえないんですけれども、私はこの事業そのものがこういうやり方すれば国の政策目標、元気づくりの問題じゃなくてラスを下げなさい、人員を下げなさい、削減をしなさいという国の政策目標誘導につながりかねないと思うんですけれども、どうですか。新藤大臣。これはですね、地方の方からいつもおっしゃっていただけるのは、我々は努力をしてるんだと、だからその努力に見合った、そういった結果が欲しいと、こういうことはいつも我々はお伺いしております。またそれに応える意味でですね、そういったまず均等にきちんとそれぞれにこれはお出しするわけであります。しかしそれに加えてこのメリハリをつけて業界努力をやったところについて、これは給料と定員と双方においてそれぞれのご努力に応じて少しずつですがこういった配分をですね、メリハリをつけようじゃないかと、これは地方からの長年のご要望でもありましたので、そういったことをやらせていただいたと、こういうことであります。江崎隆君。それ僕違うと思うんですね。地方6団体がおっしゃってたのは、長年努力やってると、やってるからこそ先ほど言ってるように交付税の単位費用に 7.8 とかということはやめてくれと、交付税を削減をするようなことはやめてくれと、それは前政権の約束だったからなんですね。これ 7.8 決めるときの 7.8 では国家公務員の国の政策だから、これは地方には波及させないようにするということがお約束だったんです。それそこが理屈なんです。でもそれを言ってもしょうがないんで、ちょっと質問の仕方変えますけれども、それで、間違いなく人員削減というの方向性を出されているのは、これは間違いないですね。間違いないですよね。間違いなく、それで多く配分するんだから、人員削減をした方が。いや、そうでしょ。いや、もういいですよ。そういうことですよ、これは。そういうことですよ。だから今まで人員削減をやったところは、それぞれやり取りしないでください、ちゃんと。もう委員長いりませんから、はい、江崎隆君。すいません、申し訳ございません。どうぞどうぞ。いや、すいません。どうぞ。申し訳ないです。一回どうぞどうぞ、いいです。人員削減の大きな流れを作っていく、それは過去やったところに対して評価をするということですから、そうだと思うんですね。それでちょっと、問題中身変えますけれども、総務省がですね、これまでの中身で、補正予算も含めて公共事業契約の執行を毎月調査するというふうに通知しているんですよ。この補正予算、そして今回の予算も含めて進捗状況を毎月調査をしますと、各自治体に、各都道府県、政令市、中核市、県庁所在市にですね、要請をしているんですね。そして自治財政局は事務負担が増えるが協力をお願いをしたいと言っているわけですね。本当にこんなことやっちゃダメなんですよ。で、人員削減をした方がいいというようなインセンティブを与えるような地方財政計画を作っておいて、そして、人手が不足している中でこういう進捗状況の新たな事務を増やしていく。僕は大臣、前回ですね、被災自治体のことをご質問させていただきました。そして1月の4日の日にですね、非常に宝塚市から大津市長に派遣をされている方が自ら命を落とすという非常に大変な状況が起きたことを事例にしてお話をしました。あるいは南相馬市は平成24年度の補正予算を大幅削減しなきゃならなかった、できなかったから、これ人手不足が大きな原因だったんです。今やられているのは、今度の地方財政計画でもこれからの問題ではないよと言いながらも、これまでの人員削減を多くしたところに国税を厚く配分する、そして一方で総務省はこういったふうに新たな事務量を増えるだろう、事務負担が増えるかもしれないけど協力をお願いをしたいということでやろうとしているわけですよ。で、これ全く関係ないというか、これ大きな問題なので再度大臣にお願いをしたいのは、
今ですね、もしこれをやられて地方自治体、被災自治体も全部が同じ取り組みを削減をされます。非常に厳しいです。それなおかつ人手不足です。大変な状況になってますから、ここはですね、大臣の決意で被災自治体が今置かれている現状をまず回復させるためには派遣ではもう難しい、非正規でも難しいんです。やっぱり正規職員で採用を増やさないと、これ止めどもなくですね、問題が大きくなっていきます。あえて問題がある、こういう配り方の問題もあるんだけども、それは置いといても、とにかく被災自治体に対して何か正規職員で採用を増やすようなインセンティブを与えるご努力いただけませんか。何か方策を考えていただけませんか。そうしないとずっと必ずこの問題が起きてきます。お願いします。新藤大臣。これはですね、私も何とかしたいというふうに考えています。マンパワーの確保をどのように実効性を上げるかということが重要だと、このように思うんです。ですから今の委員のご提案も含めてですね、いろんなことを考えないと、今までのやり方で、今まではそれ大変なご努力とそれからご協力いただいております。ですから派遣をしてくれる、出してくれた自治体にも感謝を申し上げたいと思いますし、また派遣して現場に行っている職員の皆さんにも、これはもう本当に敬意を表したい、感謝を申し上げたいという気持ちであります。しかし今の現状ではとてもではないけれども、この仕事量がまだこなせないと、こういう状況がございます。ですから私もどうしたらいいのか、これはまず自治体の方からですね、もう少し私も直接さらに何かいい方策がないか、そういったお話を聞かせていただく場を作ろうと、また機会を持とうと、このようなことも考えております。それから総務省だけではなくて、これは政府全体として取り組まなければなりませんから、我々が現地でですね得た情報は、これは復興庁の方にも申し上げて、閣内としてですね、これなんとかこの実効性が上がるように、しかもこれは今年来年の話ではなくて、これからまだしばらくの期間ですね、続くわけでありますから、そういう中で何かいい方策を考えていきたいと、これは私も取り組んでまいりたいと、このように思います。江崎隆君。もう一度繰り返します。ぜひですね、正規職員で採用するということ、これなんで止まってるかというと、やっぱり集中改革プランとか、今回調査されたように過去の人員削減という要請が国から来てるわけですよ。だからここで止まってるんです。でこれ一回取ってやらないと、正規職員で雇用するという、そこに踏み込めないでいるんです。ぜひそれは強いメッセージを大臣に出していただきたい。それぐらいの財政は財政をしてもいいじゃないですか。ぜひお願いします。話戻します、すいません。それで先ほど今政策誘導の話をさせていただきました。で地方交付税法の3条の2項にですね、国は交付税の交付にあたっては地方自治の本旨を尊重し、条件をつけまたはその使途を制限してはならないというふうにされているんです。でこの考え方、基本的には地方自治体自らの判断で使途を決定できるということなんで、この考え方でよろしいですね、間違いございませんね。新藤大臣。それはまさに3条2項において、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけまたその使途を制限してはならないということであります。国庫補助金と根本的に異なった使途を特定されるのは一般財源であり、これは地方交付税の具体の使途については地方公共団体の創意と工夫、これに委ねられると考えます。江崎隆君。ではもう言わずもがなで話なんですけれども、これだけ確認させてください。3000億円のですね、地域の元気づくりのための事業、これは普通交付税で措置をされますので、使途については地方の自主的判断で良いということでよろしいですね。新藤大臣。これはまさにご指摘のとおりでございまして、この使途は制限されません。ですからハードでもソフトでもご自由にお使いいただける、そういう事業でございます。江崎隆君。それではですね、給与の独自削減の話になりますけれども、ちょっとさっき人事院勧告の話をさせていただきました。でまず人事院勧告は適切に運用されているということなので、要するにその地方が独自削減を続けてきていると、人事院勧告制度そのものが、人事委員会勧告制度そのものが空洞化しているんじゃないかと、こういう指摘がありました。
こういう指摘がありました。しかしそれは先ほど大臣適切に運用されているということですから、人事会勧告は空洞化していないということでこの質問を省きます。でそうすると自治体はですね、人事会勧告ということに対してまだ制度がある以上は、先ほどから話している通り人事会勧告制度ということを守らなきゃならない、守らなきゃならないんだけれども、守らなきゃならないんだけども自治体は財源の問題があると削減をしていくという非常に団長の思いで、職員団体と話をしながらこう決めていったことなんですけれども、自治体が独自の削減をするということは、これは人事委員会勧告制度があるんだけれども、これは、地方の各自治体の自主的な判断で実施されてきたということでよろしいですか。新藤大臣。それは各自治体が自主的な判断によって行われてきたものと考えております。江崎隆君。そしたらですね、もうこれはいくつもの質問に答えてらっしゃいますから、もう確認だけなんですけれども、地方の自主的判断ということは先ほど技術的助言という話がありましたが、 7.8 の分をどうするか、要するに自治体の賃金を、職員の賃金を決めるということはまさしく自治体の判断だと、自主的判断だと、この部分はよろしいですか。新藤大臣。それは自治体の判断、議会において条例で定められていくと、こういうことでございます。江崎隆君。はい、ありがとうございます。それはもうぜひ揺るぎがないことであります。でそうするとですね、ちょっと僕不可解な行動を総務省が起こしているなと思うんですが、資料をお配りしていると思いますが、総務省のですね、取り組み進捗状況調査っていうのを出しているんですね。これ3月25日付で、要するにその国の指導技術的助言に対してどういう取り組みをやっているかということを3月の25日までに出せとこう言ってるわけですよ。で自主的判断であるならばこういう調査は即刻中止していただきたいんですが、どうですか。新藤大臣。この調査はですね、地方公務員給与に関する今回の要請について各地方公共団体で行われている取り組みの状況、取り組み方針の検討、それからもろもろのですね、状況を把握するために行っているわけであります。あくまで今回のことは要請でありますが、各団体の判断で取り組んでいただくものとなってでございますけれども、しかし政府としては要請している以上ですね、その状況が適宜把握をして、そしてそれを国民にこの対して説明していくということは、これは私は重要だとこのようにも考えております。江崎隆君。またここで難しくなってくるんですよ。公表するということ、自主的、一方で自主的判断というふうに言われてましてね、自主的判断であれば別にどうしようといいわけですね。で国が要請をしただけの話ですから、だけといったらなんか誤解がありますけれども、国が要請をされたということでありますから、それにどういうふうに従っているか、どう従っていないかということを調査をして公表をするということ自体が、これは自主的判断だよと言っている裏で、これなかなか自治体にとって厳しいですよ。これ絶対そうだと思います。今からでもよろしいので、この調査を中止をしていただきたいなと思うんです。自主的判断でこれで OK であるならば、どうですか。新藤大臣。自治体のですね、それぞれの行政改革の取り組み、これはそれぞれが公表されていると思いますし、給与水準等もそれぞれがおやりになってし、我々も把握しております。その一環として、国がですね、行っている、政府が要請をさせていただいたそのものがどのように進捗しているかということを把握するためのものでありまして、それは私たちがこれを知ることは何ら問題がないとこのように思っております。江崎隆君。いや、それをいちいち国に報告をさせるということの取り組みが、これ仕事も増えるわけですよ、先ほどから言ってるようにね。で、これそれでもやるというふうにおっしゃるでしょうから、やるというふうにおっしゃるでしょうから、3月25日だけでやめていただけますか。3月25日だけでやめてほしい。もうそこで来る、そこで切ったらいいわけですから、お願いします。団地新藤大臣。我々とすればですね、これはこういうことで状況を把握をして、きちんと自分たちの責任を果たすという一環でやらせていただいていることでありますので、これは適切な形で進めさせていただくと、こういうことでございます。江崎隆君。やっぱりやり方が問題なんですね、これね。
で自主的財源って言いながらもこうやって調査をやってそれも公表するということなんですね。それも何回も調査するっていうふうに言ってるふうに聞きますが、それでいいのかなと思うんですね。多分これ言ってもやっぱりやらせてほしいって言われますから、じゃあ分かりましたと、まあ、それは独自でやるということでしょうけども、これに答えてこなかった自治体があったからって言って、まあ、これももともといろいろあるだろうと思いますけれども、これは本当にそれ強行する、あるいは強制的にこういう調査をするということはやはり慎んでいただきたいと思いますが、どうですか。新藤大臣。これは我々が強制的に何かをやるのではなくて、あくまで要請をしてお願いをして出してくださいと、状況報告をお願いしますと言ってるわけですから、そのまま適切に進めさせていただきたいと、このように考えます。江崎隆君。それでは仮にこの調査に報告しなかった自治体があってもこれはよしということで、そう受け止めさせていただきます。そうするとですね、もう一つこれも端的にお答えいただきたいと思うんですけれども、ここまでやって自主的判断だというふうな言い方をしながらここまでやっているわけですから、仮に要請通り減額措置をやらなくても、ペナルティは課せない、これはもう何回も言われてますから、もう一度だけ確認してください、確認させてください。自治体に対して地方特効とか、まあ、なんやかんやの削減を含めてペナルティとは一切課さないということを断言をしていただきたいと思います。新藤大臣。これはですね、我々も要請をして今節丁寧にお願いしていると、そして現状まだいまだにですね、これはまだこれからも要請をし続けなきゃならないと、まあ、こういう状態であります。で現時点においてそういった何かその他のですね、財政面での何らかの対応ということをこれは考えておりません。江崎隆君。今その話をしようと思ったんですけど、前回衆議院の3月19日の衆議院の中では、私どもの小川委員が質問したときにですね、こういうふうにはっきり、言ってらっしゃるんです。当然ペナルティというものはございません、はっきり言われてるんです。もうこの1行だけなんです。これで変わりお変わりになりませんね、変わってらっしゃいませんね。新藤大臣。ですから何度も言いますように、今現状お願いしている状態であります。現時点においてそういった作業は一切やっておりません。江崎隆君。すいません、ちょっと言葉が増えてるんで、現時点という言葉が今増えてるので、前回は違うんですよ、何らペナルティもないということでいいですか。当然ペナルティというものはございません、現時点という言葉入ってないんです。どうですか。新藤大臣。何か含みを持たせているわけではありませんが、またその時のことはですね、前後のことをきちんと全部見なければいけないと思いますが、今私は委員からの質問に対してこのように私がお答えしているということでございます。江崎隆君。全然大臣としては、考え方態度は変わっていらっしゃらないものだというふうに判断をさせていただきます。ありがとうございました。それでは最後になりますけれども、臨時非常勤の皆さんたちへの対応なんですが、ご承知のとおりですね、国家公務員の場合は平成24年3月9日付の人事恩給局長名の通知でですね、常勤職員の特別給に相当する給与が常勤職員の特別給の支給基準未満である非常勤職員の場合は給与減額支給措置を講じないことを基本とするというふうに決められているんですね。で、私が今恐れるのは、今自治体でですね、非正規の方が相当働いていらっしゃいます。そして今これ、常勤職員の特別給に相当する給与、つまりこれ期末手当が支給されていないということなんですけれども、で自治体の場合はですね、これ矛盾があるんですけれども、自治法上手当は支給できないということになっているんです。これは非常に問題なので、ぜひ総務委員会でも取り組んでいただきたいと思いますし、本来ならばこの期末手当を支給できるような法案改正、自治法改正をしていただきたいんですけれども、今日の段階では自治体はですね、今の状況であると臨時非常勤の皆さんに地方自治法上手当は支給できないということになってますから、期末手当も含めて
すべての手当が支給されてないという状況になっています。つまりここでいう、常勤職員の特別給に相当する給与が常勤職員の特別給の支給水準未満である非常勤職員の場合に該当するわけなんですよ。そうすると給与減額支給措置を講じないことを基本とするということですから 7.8% を準じてないんですね、国家公務員の場合は。で、僕ここで矛盾するんですけども、これは自治体にもこれと適用でいいですかということをすると、なんか要請を出すような話になってしまいますけれども、基本的な考え方としては同じ取り扱いということで自治体判断してよろしいんでしょうか。三輪公務員部長。お答え申し上げます。国家公務員の給与の減額支給措置におきましては、基幹業務職員等の非常勤職員については常勤職員より相当程度給与水準が低い場合には減額を行わないことを基本とする運用を行うと、このような方針が閣議決定されているところでございます。今回の地方公務員の給与に関する要請におきましても、常勤職員とは異なる勤務形態となっております地方の臨時非常勤職員につきましては、国のこういった非常勤職員の取り扱いを参考として各団体における勤務形態あるいは報酬等の水準も踏まえて各団体において適切に判断をいただきたいと、このように考えております。江崎隆君。今度は大臣におけ質問させてもらいます。今の質問ですけれども、その今の話では自主的なことなんで、で国はこういう対応をしているということであります。つまり自治体の非常勤、国の非常勤職員には期末手当が支給されていない人たちには 7.8 の減額措置を適用していない、このことを前提として自治体の場合は、多い期末手当を支給されている人たちが支給していない人たちがほとんどなんですね。でここを大臣のお考えとして今の三輪さんの話に付加してですね、大臣としてはどうお考えになりますか。やはり国と同じような順じた方がいいんじゃないかというふうにお考えですか。新藤大臣。これはまさに各団体において適切に判断していただくと、こういうことでございます。江崎隆君。はい、それではぜひ国の非常勤職員に順じて各自治体もですね、対応していただけるように、ぜひ大臣の方からもですね要請をしていただけませんか。いや、すみません、結構です。私の質問は終わります。これで終わります、はい、午前の質疑はこの程度にとどめ、午後1時まで休憩いたします。